サーティワンアイスクリーマーズ、はい、これは、何でしょうか。6年ぶりに舞台をに復帰したきっかけっていうのが、まあ、自主映画を撮れっていう黒電気殺人事件の話をいただいた時に、大人の役者さんが一人欲しいなと思っている時に、偶然飲み屋で出会ったおじさんに刑事の役やんねえかなって役者やってるっていうか、やりたいって言うから、じゃあお願いしますって言って、お願いしたらめっちゃ上手で、なんかこの人もしかしたらすごい人なのかなと思ったら、自分で劇団持ってたらしくて、次の時に会ったら、で黒田くんさ、昨日この間言ってたさ舞台のスケジュールなんだけどさって言われて、ん、何舞台のスケジュールって何って言ったら、いや出るって言ってたじゃんつって、映画のお礼にって言われて、はめられたと思って映画のお礼にって言われたら俺断れないぞと思って、それまでずっと結構な本数実は裏で依頼を断ってたんです。俳優引退後、特にそうやって目立ち始めた時に、復帰作うちでやらないかどうかとか、きちんと長いお断りのメールを送るぐらい断ってたんです。がどうやらよってはいって言ったらしくて長い文章を送ってたのに返事はなくそうそうそうスケジュール聞かれちゃったからあーと思って、で6年ぶりに舞台に復帰したんですねでそれが貫き海賊団っていう劇団さん、同い年の俳優で斎藤好夢君っていう、また別の劇団の劇団理事長っていう理事長の好夢君っていう子がいて、と黒田君が共演しているのを見たい、それが打ち上げの席だったんで、ちょっと楽しくなってたんですね。黒田君が俳優に復帰するまで俳優演技やらない僕って言ったのが、九段の仮面ライダーブレイドの椿孝之なんですであいつ同い年だ。ちょうどその僕が6年ぶりに復帰した舞台を彼のファンの人が見に来てくれて、で椿君が、あ言ってて黒田君が復帰してくれたから一緒に舞台に立ってくれるのを楽しみにしてますって言われてたのもあったから、じゃあ椿も誘わなきゃ、その貫き海賊団の内倉さんの舞台に、その仮面ライダーで一緒だった杉浦孝雄君が出てるのを見たのが、僕貫き海賊団を初めて見た公演だった。で高尾ちゃんも同い年だ、やろって言ってできたのがサーティワンアイスクリーマスです。怪我どうだって、なんかいろいろメディアも出てましたけども、同い年ばっかり頑張ったっていうのが一番のデカさと、あとみんなその後忙しくなりました。で多分半分自分たちで忙しくしてるんだと思うけど、はい、やっぱり同い年で一回やったら、みんな業界も違う、高尾君はミュージシャンもやってるし、内久美さんとこの僕は小劇場だし、椿は、まあ、いわゆるスターの世界を歩んできた人だし、俺は子役からずっと芸能が長いし、いろいろな人種が同い年で意地を張り合った結果、今まで外部に出てなかった人が外部に出るようになったりとか、その主催の松永っていうやつが、まあなんかちょこちょこ縁があって、で僕が引きこもってる時に、そいつがツイッターでお芝居してみたいなってつぶやいてた、ただの営業マンなんですけど、俺も当時68キロぐらいまで太ってて、これはいかんと、じゃあ発声練習と体操だけ教えてあげるから毎週うちの近所の公園に来てって言って、でそれで痩せようと思ったんです僕は人を呼べばなんかこう行く気になるじゃないですか、うん、でそのやり取りを見ていた人たちが、僕も行っていいですかみたいな、よくわかんないツイッターの人たちが、八幡屋申し借りシスターズですで今度初めて の、 その小劇場とかユニットの運営とか、そういう仕切り、はい、仕切る側になってきたわけですけど、はい、でも初体験ですよね。ですなんかその辺の出てみて、あのその大変さっていうのは何かありましたか。誰がどういう仕事をしているのかとか、職責っていう言葉が好きになりましたね。こう一つのものを作るっていう目的があった時に、いかに自分の職責を理解して職責を果たすかって、すげえ大事なことなんだなって思いました。映画を作るのとはまたこう違った、スキルが必要になってきますけど、はい、どっちがやりやすいですか。映画は最後は自分との戦いですからね、はい、舞台はこの日って決めて
この日の何時って言ったら幕が上がってこの日の何時に終わりますから、うんうん、この時間はめっちゃ苦しいですよ舞台は、うん、でも終わりが見える。映画って公開の日が決まらないで作ったりするじゃないですか、はい、無限時刻ですよね両方、うん、楽しいか、まあ、今メインはあの小劇場で、ね、あの活動が一番多いかと思うんですが、はい、あの今後はどのような展開をしていこうと考えますか。6年ぶりに復帰してから2年で20本くらい多分舞台に、はい、で間で自分も作演出っていう経験とかそうじゃない、作だけもしたし出演もしたし、作家だけもしたし制作もしたしいっぱい経験させてもらったんで、今年の年末にもう一本舞台があるんですけど、そこを一回区切りにしてどれやるってお風呂かなんかでゆっくり考えたいですね黒田ゆき今年最後のお芝居のお知らせです。なんとですね、今回は劇場を飛び出してホテルのですね宴会場から、またですね客室までお客様と一緒に歩き回ったりですねしながら謎解きをするというお芝居に参加させていただくことになりました。円盤ライダーノーキリング、ウグイス谷のホテルシャーウッドでですね、12月の14からですね、12月の30日までやっております。チケット全線発売中ですのでぜひ見に来てください。詳しくは僕のブログやツイッターでご確認ください。